ファロウェラは、ナマズ目ロリカリアカ、ロリカリアカファロウェラ族に分類される魚の総称、ヒモナマズという和名がある。細長い棒状の体をしており、ヒレは小さく目立たない。この姿は枯れ枝に擬態して身を守るためのものである。また、抗義のファロウェラは、ハルティア族のストリソマ族やラモンティクティス族に分類されるロイヤルファロウェラなど、ファロウェラの名前のついた。 他の属の種類を含む、プレコやオトシンクルスのように苔を食べるが、静かな環境でないと長期の飼育は難しい。そのため、アクアリウムにおいては、プレコやオトシンクルスのように苔を掃除させるために、飼育されることは少ない。ファロウェラアクス学名、ファーロラアカス体長20センチメートル。ファロウェラの代表種で、茶色の枝状の手で、壁面や流木に張り付いて擬態する。 アクアリウムにおいては、本種を含む複数の種類が単に、ファロウェラという名前で区別されることなく、売られることが多い。ロイヤルファロウェラロイヤル、ファロウェラが区名、シュトゥーリソマパナメンセ体長25センチメートル、パナマからエクアドルにかけて分布する。ファロウェラ族の枝状の体を持った種類に比べると、体に厚みと幅があり、ロリカリアに近い雰囲気を持っているが、砂地に生息する。 ロリカリアと異なりファロウェラのように流木に張り付く性質が強い。ファロウェラと同様に苔を主に食べているが体が大きくなるためほうれん草や植物性の人工飼料を与える必要がある。成長に従ってヒレが長く伸び美しい姿になる上他のファロウェラよりも飼育しやすく他魚との混泳も容易なため人気が高い。死有のペアが形成されると繁殖も水槽内で可能。 スーパーロイヤル、ファロウェラ学名、ラマンティクシースフィリメントスス体長 30cm。ロイヤルファロウェラに似るが、別属のラモンティクティス属に属する。ロイヤルファロウェラと同様にヒレの絵が伸びる。コメットロリカリアとも、グリーンファロウェラ学名、アシストリディアムダイクロウマム体長 13cm。ファロウェラと同じような体型をしているためこの名で呼ばれるが、本来は、 オトシンクルスに近いヒポプトポマーカのアテストリディウム、属に分類される、鮮やかな黄緑色をしており、ファロウェラとは異なり、緑色の草に擬態していると思われる、ありがとうございます。